はい、ということで、300の SEL6.8AMG ということで、この車初めての登場ですよね。スポーツミディアムなんだ。まあ昔の車なんでね。で、400馬力もあるの。428馬力。すごいな。まあ走ってみましょう。昔って感じがする。もうちょっとボカッてきてもいいかもしれないね。あーはあ、危ない危ない危ない。なるほど。おー、普通の車みたい。でも、コースがわからない。まあ昔の車ですからね。まあでもこの車旋回性いいな。もうちょいよれてる感じしたけど、ごめんなさい、グッドウッドはねあんまり走ってないんでね。なるほどね。この車すげえな。あ、ダメだわ。あ、ダメじゃないわ。おお、危ねえ、事故ったかと思った。いや、近いかな。3速が結構ね、レブに近い感じがするんで、だいぶクロスなのかな。まあでもこの車いいな。いいよこれ。なんかあ、昔の車なんだ。へえ、絶対ちょっと遅いんじゃないかなって思うんだけど、そんなことなくて、まあギア比にはちょっと問題があるんだけども、全然全然、なんか俺もっとよれてるかと思った。タイヤのおかげ、まあ、タイヤのおかげもあるのかな。でも今このハイグリップタイヤ入ったらこの車が飛んでっちゃうんじゃないのって思うくらい多分よれてるんじゃないかなちょっと思ってたんですよ。まあグランツーリスもさすがですわ。でもね86とか乗ってるとね、なんかよれよれな感じがしてね、すごく乗りづらいんだよ。まあこれはレースカーか。まあこれはレースカーとして例えたら、まあさすがにできてますわ。もうちょっと暴れてもいい気もしないでもないけど、暴れないね。暴れてほしいのかいいみたいなね。
OK。 文句はねえ、古い車にしては文句はねえぜ。はい、次行こう。次、Let's go!